シャーペンニュース173、シャーペンです。モンストニュースの翌日に今週のいろんな情報をできるだけ丁寧にまとめていく動画でございます。いや、今回はまさかの伏線回収がありましたね。そう来るかってのあったんで、まあ、どんな発表だったのでしょうか。ニュース以外で判明した情報も合わせてご覧ください。どうぞ。まず、著白海重心化回と。まあ、アトスが重心化回になって、その三重視が続く流れ、まあ、重心化としてるポルトス発表されて、次はアラミスとか来ると思ったんですけども、全く関係ない著白海ということで、まあ、そう簡単には予想できないですね。せーのこちら。まあ、元から持っていた2種のキラー M が複合キラーとなりまして、投球も上がったと。で、コネクトスキルの発動条件も、まあ、重心化で一緒だったら魔族以外1体編成で発動するんで、まあ、魔族はそこそこいますけども、アジン編成できるだけでも十分ね、しやすい方ではないでしょうか。で、敵に触れるたびに貫通弾を放つ SS は短縮可能かつ、8ターンから撃てるんでも回転率が大幅に上昇していると。どんどん撃てますね。で、キラー L と超バランス型の倍率が乗る新友情の反射衝撃が18は噛み合った際と言いますか、もう敵に囲まれてる時とかはほんと暴れそうですね。で、超絶独角散で、まあ、固定ダメージの貢献も可能となっているということで、結構重心化の時は器用貧乏っていう印象あったんですけども、まあ、その点が概ね解消された、まあ、キラーの投球上昇、まあ、対象も多いですし、まあ、殴り、友情コンも貢献可能、まあ、SS も便利そうで、まあ、ちょくちょく活躍しそうというか、激究極とかありそうですね、仕事。ということで、重心化回、おめでとうございます。続いて、ザビエル重心化。まあ、これいろいろ怪しいというか、まずエイプリルフールの際話題になった死とザってのがあって、まあ、この死ザって図鑑で検索すると唯一重心化していなかったガチャキャラクター。まあ、宣教師ザビエルの死ザが引っかかって、まあ、出てきたり、で、しかもさらに発表されたモンストニュースの日付は4月7日で、まあ、ザビエルの誕生日ってので、どこまで狙ってたんですかね。まあ、これ両方とも狙っていたらすごいなと思いますけど。せーのこちら。まずアビリティは進化神化合体型なんですけども、まあ、投球の上昇少なめで、まあ、耐性 M になってますけど、まあ、現環境でしかも超がないってのは珍しいですね。で、短縮できる SS はおなじみ弱点ヒット麻痺でして、まあ、20ターンから打てるようになってるんで、利便性は上がってますね。まあ、とりあえず麻痺出せたいとか、まあ、ターン貯めて、まあ、自強化の倍率を上げたりとか。で、友情コンボは超バランス型と神キラー M の倍率が乗る超絶貫通拡散弾で火力を出しつつ、高スピアップは主に高難易度で役立ちますね。まあ、発表段階というか、まあ、現状は強化幅少ないなと思って不安ではあるんですけども、まあ、なんやかんや高難易度で便利なものは揃ってますね。弱点ひと麻痺で止められたり、まあ、高スピアップもあって、アップル的な立ち位置になってくれたら嬉しくはありますけども、どうなんでしょうか。耐性 M とかこれ活かせるとかあんのかな。まあ、一旦重心化、おめでとうございます。そして、期間限定クエスト、美食の旅路。いや、こちら、伏線回収でありまして、エイプリルフールに投稿されたモンストの新機能、まあ、料理がどうこうって言ってましたけども、まあ、そこで、美食の旅路開始、フォーで、始まった、もうコンテンツでしたね。重心化でも、回でも、アップデートでも、まあ、コラボでもなく、新たなコンテンツにつながるっていう、また新しい伏線回収で、相変わらず予想が難しいですね。で、こちらはもう今日から始まってました、まあ、映像付きと言いますか、ある程度僕進めて、もう運曲終わったんで、まあ、実体験を交えつつまとめていこうと思います。まずこの美食の旅路を開くと3つのエリアがありまして、収穫エリア、調理場、最下の根城に分かれていると。まずやることは収穫エリアで食材を集めると。で、収穫エリアを開くと3つのクエストがありまして、まあ、それぞれ獲得できる食材ってのは違いますね。3種類ずつあって合計9種類。で、それぞれクエストをクリアするとスペシャル報酬に加えて特別報酬ってのがありまして、まあ、これたまにコラボクエストがありますよね。で、ただただクリアしても2つもらえるんですけども、マルチでクリアするとさらに1個で、特定の料理、まあ、これは後で説明しますけども、お1個最大は1回のクリアで4つの特別報酬がもらえますね。で、これやった感じなんですけども、まあ、スペシャル報酬の方も材料ドロップするんですけども、まあ、さっき言ったように特別報酬からは材料確定ドロップ、しかも複数個なんで、運枠編成必須とまでいかなかったですね。ガチャ券ガチガチで高速周回するもいいですけども、まあでも運枠はあった方がいいってくらいですね。で、それぞれのクエストで材料を集めました。で、次やることは調理場でこの材料を料理すると。まあこれは調理場を開くとレシピがずらっと出るんですけども、まあこれ例として、人参、じゃがいも、玉ねぎでホワイトシチュー。で、この料理はこの食べるとかじゃなくて、アイテムなんですよね。いわゆる普段のクエストランのメダルを消費して使えるお助けアイテム的な感じで、まあ味方の攻撃力が上がったり、まあ宝箱が1個増えたりっていう。で、料理に関してなんですけど、これ最初から全部作れるわけじゃなくて、料理レベルってのがありまして、まあ、料理を作った数に応じてレベルが上がっていくってもので、まあ最初は簡単なやつをバッといっぱい作って、まあ、レベル上げてっていう。で、やることを増やしていくってのが流れになってますね。で、そして最後に待ち構えているのは超究極、グラトニールでありまして、まあ、この超級クエストも同じく周回型なんですけども、まあ料理を使用すると楽になるよっていうもので、まあこれアイテムを使わない場合は本当に周回するクエストとは思えない硬さとかヒラメなんですけども、まあさっき言った料理レベルを3にすると作成することができるこのクエスト、まあ超級専用の料理がありまして、それをがっつり使用するともう見違えるほどに削りやすくなりますし、まあ、負けることというか安定感もグッと上がりますね。まあ、なので、超級挑む前に、まずは、もう料理を作りまくって、もう簡単なレベル1
のやつをもう作りまくってレベルを上げて3にして周回していくって流れになりますね。でクエストクリアした後はスペシャル報酬からドロップするんですけども、まあ、これドロップするのはグラトニールか、まあ、材料のグラトビートのみっていう2つだけなんですよね。まあなのでビスケットが無駄にならないっていう、これは使っても全然いいというか、僕はもうするためにもガチ使いましたね。でしかもここでドロップしているグラトミートを使用した料理はさらに難易度低下させる、攻撃友情2倍弱点2倍 HP10 万上昇とか、これ即死も1回耐えましたし、まあ普通に今回周回するにあたってちょっと野良町に潜入したんですけども、全然運用で勝ちましたね。まあなので料理をしっかり活用したらわりかしストレスなく周回できましたね。ドロ率がいいってのは本当に良かった。でさらにグルメコインというものがありまして、まあこれはクエストのクリアで料理の納品で食材余ったやつを売るとかするとグルメコインもらえて、まあこれオラコイン的な感じで称号とかアイテム勲章がもらえますね。まあ一覧はこんな感じと、まあ、いつも通り希少なアイテムとかあるんですけども、ちょっとオーブがないってのは悲しかったですね。今回オーブに関しては各クエストの初クリア報酬のみ4個っていう、ちょっとこれに関しては正直しょっぱい。ということで発表時はまあどれぐらいの効率とかね、ちょっとめんどくさいかなと思ったんですけど、やってみたら意外と効率良かったですね。もうサクサク進みましたし、あと料理が可愛い、思ったより楽だったんですけど、まあその分報酬に関してはちょっと少なめというか、まあグラトニールとグルメコインの引き換えでもらえるアイテムなんで、まあグラトニールの性能に関してもまあこれは全体力コネーザー EL っていう、これ獅子王司が持っていて結構周回クエストで起用されることあったんですけども、貫通にあって当たりやすいですけどね。ただ最前線ではないかなっていう、まあこれバランス良かったですけどね。これあんまりまたぶっ壊れにしちゃうとトレンド場と一緒で、まあ、この期間が終わって5月から始める人が後から作れないっていう状況になってしまうんで、まあ、ここぶっ壊せないってのはしゃあないと思いますけども、まあ、各々好きにやっていきましょう。まあ、絶対にやれってイベントではなさそうですね。さらに新たな限定キャラクターが登場、ルナ。まあ、ミッドナイトパーティーに入ってきまして、まあ、去年この時期アムリタがいて、で最近はピリカがあって、まあ、属性限定のペースがちょっとわからないですね。まあ一旦性能こちら、ダメオ重力魔法陣ブロックの豊富な4種ギミック対応に加えて初のバイタルキラー L で、現環境の強キャラが多く持っているドレインに SS 短縮アビリティと、まあ、限定キャラクターっぽいもらえ方してますね。で壁短縮できる SS を自強化に加えて味方へのバフと、まあスピード型でもありますし味方にも触れやすいで、友情コンボも味方の SS 短縮ができるバウンドチャージと、まあ、火力に加えて誘発性能も高い超絶爆発と、まあ、かなり自身の火力だけでなくサポート重視な性能となっておりますね。まあというので一旦ケットシーに並びそうなグランディオーサ鉄製が現れまして、まあ、ケットシーも潰さず、まあ、いい相方になったんではないかと。まあ、ただそこにとどまらず豊富なアビリティと優秀なサポート性能で他のクエストでも輝く可能性ってのは大いにあり得ますし、現に今回のグラトニールではもう強そうですね。あと他でもクガとかの強 SS キャラクターと組んでバフをかけながら SS も短縮できるんで、いや一体持っていたら相当便利そうですね。まあというルナが明日の12時から登場しまして、まあ、初回シングル初回10連は 24% となっております。まあ限定キャラクターの確率は上がってないんですけど、まあ怪我をする可能性ってのは低くなってるんで、まあシングルだけ10連だけ引くってのはありかなと思いますけども、まあ追いすぎ厳禁、まあ、今月の後半やら5月のコラボあるかもしれないんで抑えていきましょう。新たな超絶怪が降臨、ケセド怪。初降臨が4月15日の金曜日の19時から21時、副友情コンボがこちらとなっております。まあ状態上回復ブラストかなっていう、頑張っていきましょう。未開の大地に新たな拠点が追加、いつも通り14日から始まって拠点32ですね。もうまだまだ続くぞという感じがありますので頑張っていきましょう。次回のモンストの日は4月10日日曜日ですね。ラック引き換えはワクワクミニ1個、特玉1個、スタミナミン5個、ラッキーモン3種類表示で、黄金の神殿のチケット2枚。来週のラッキーモンスターをこちらできれば作っておきましょう。はい、ということで今回のモンストニュースさんも結構いろんな謎を抱えた状態で始まったというか、始まる前もね、あのサムネが違うとかで人騒ぎあったんですけども、まあこれはその新年度のデザイン変更というか、まあ黒を基調としたちょっとおしゃれ感というか、よりなんかニュース感が出てましたね。一旦今週のモンストは美食の旅路を楽しみつつ、まあ来週発表されるであろう今月後半のイベント、まあこれが何になるかっていうのは注目になりそうですね。というわけでよかったらコメント欄、神谷さんの気になった情報とかありましたらどんどん書いていただけると嬉しいです。あとついでにチャンネル登録をしていただけると、こんな感じで動画投稿頑張っていくんで、よかったらしていただけるとモチベーションつながりますんでよろしくお願いします。高評価もぜひ。ではご視聴ありがとうございました。さよならチャーハン。